皆さんこんにちは、村田雄です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今現在ですね、個展が始まりまして第1週目が終了しました。本当に多くの方にお越しいただいて、写真集だったりとか作品もね購入いただき、本当に感謝しかないです。本当にありがとうございます。残すところあとは9日からですね、12日までの4日間となりますので、1回来た方ももう1回来てほしいですし、まだ来てない方はぜひお越しいただけると嬉しいです。という話と、ね、ちょっと1個いいの見つけちゃいました。私、カメラバッグって沼ですよね。革でショルダー、こうできるやつあったら楽だな、どうしても撮るときと。あるかなと思って探したんですよ。その時に個展に来てくれた、普段ね僕もお世話になってるダークサイドさんがビリンガムとライカのショルダーを持ってたんですよ。2つぐらい M 型が入るやつ、あこれいいっすね、こんなあるんですねみたいな話をしてて、でモノグラフィーで話してパッと閉めた時に1個ね、すげえかっこいいオールレザーのショルダーバッグが置いてあって、小室さんと上田さんにこれ何ですかって言ったら、すごいいいですよと。重さがキャンバス地とかに比べたら重いけど、それは気にならないとすごいおすすめですと言われて、そこから数日ね、個展で在庫するたびにこういいないいなって触ってたんですよね。はい、で今日持って帰ってきました。はい、前置き長くすいません。それがこちらになります。かっこよくないですか。僕茶色持つのとかすごい珍しいんですけど、もうねそこにいた人みんなにね、似合う似合うとか、これいいよとか、めっちゃ似合ってるよって言われて、コミュニティの方たちなんですよ。みんな本当悪いことばっかりで、それいいとして、こちらですね、オナというブランドのカメラ用のバッグになります。はい、すごいしっかりした革で、で今日で気になってて、コミュニティの方で僕これも使ってる人いますかっていうのを投げたんですよ。そしたらやっぱり使った方いて、1名は同じように使ってたけど黒かな、重くてやめちゃったと。でもう1名の方はこれよりもう一回り大きいのを持ってて、持ってきますよって言って固定に持ってきてくれたんですね。で結構大きくて、でも作りすごいしっかりしてるし、なんか質感も結構使って7年ぐらい使ってるって言ったかな、確か。もう本当にくたってないし長く使えるんだなっていう、革の作りはめちゃめちゃいいなっていうのを再確認して、今回これ持って帰ってきたんですけど、僕これねかっこよくないですか。ちょっと引きますね。ショルダーにすると、こんな感じで、斜め掛けするとこんな感じ。可愛くないですか。で僕の中ではこれもうちょっと短くしてもいいかなと思うんですけど、重さはねほとんど感じないですね。今この中に普段僕が持ち歩くであろうものが入ってるんですよ。何かというと、はい、こちらですね。サイズ感がめっちゃいいですよね。で後ろに大きなポケットがあって、ここは何か入れるのかなって、ここに書類入ってますけど、あんま何も入れないと思います。でこちら開けて開くと、ここにちっちゃいポケットが2個あって、ここにお財布が入ってるんですけど、僕の財布は入ります。財布が入って、横にもポケットが両サイドなんですけど、これ何ですかねって話したら、予備バッテリーとか入るんじゃないですかと。AirPods Pro とかはね入れたら取り出しにくそうなんで硬いんで、今入れてないですと。こんな感じ。本当にクッション入ってて、中の間仕切りを外せます。今はこっち側に M 型のライカが1個入ってます。でこちらにはもうなんかどかどか入れちゃってますね。名刺入れだったりとか、タバコ、小銭入れ、モバイルバッテリー、ケーブル、 AirPods みたいな。あんまり気にせずに、ちょうど正方形なんで入れやすいと思って入れちゃってます。本来はねここにもう1台 M 型を入れたりとか、レンズを入れたりとかいろいろできると思うんですけど、M 型2台持つか持たない時はこういうふうに小物を入れておけばいいかなという感じですね。はい、
まあちょっと経年劣化を楽しみながら長く、そんな頻繁に毎日使うもんでもないのかもしれないですけど、まあ、リュックじゃなくてパソコンとかいらない、もう本当に気軽に一人で取りに行こうとか、どう開催するときに持っていければいいかなと。もう僕ももうすぐ40歳なので、こういう道具を持っても似合う年齢になるかなという、ちょっと淡い期待も込めて愛用していきたいと思いますという報告の動画でした。皆さんも今使っているカメラバッグとかね、おすすめのものがあったらぜひ教えてください。でこれからも、まあ、来週固定なんですけど、いろいろと頑張って動画更新していきたいと思いますので、よかったらグッドボタンとチャンネル登録ナイスとよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。